豪邸にお引越しします。かやまりこの新しいお家は最高だよ。お家の土台が大きすぎるよ。さあこれに色を塗って家具を入れていくよ。まずは白いスプレーを使うよ。蓋を開けてお家の壁を塗っちゃおう。段ボールで作った新しい理科のお家がみるみるうちに白くなってる。塗り残しがないようにしっかりスプレーするんだぞ。オッケー。どうなるのか楽しみだ。じゃじゃーん、すっごく綺麗になりました。車を入れるガレージを合体。次はお家の床を作るよ。お部屋の大きさに合わせて板のサイズを測ってね。了解。ぴったりになるようにカッターを使って切り取っていこう。指を切らないように気をつけるのよ。はーい。それができたらお家の床の部分に板をはめていくよ。白い床がフローリングになると家っぽくなるな。続いて3階の屋上にあるベランダと2階のバルコニーに敷く芝生を作っていくよ。これもサイズがぴったりになるように物差しで測って切っていくよ。いらないところも切り取って芝生の準備 OK。 これをお家の屋根になってる部分に敷いていくよ。うわぁ、緑があると全然違うね。おしゃれだよ。ベランダで遊べるとか最高だよ。お姉ちゃん嬉しいぞ。よし、次は屋外プールを作っちゃおう。材料の板を用意して、お家にプールがあるの。ミキちゃんマキちゃんのお部屋からすぐ入って遊べるようにするからね。やったー、楽しみだよ。グルーガンを使ってプールを組み立てていくよ。水漏れしないようにしっかりとくっつけていこう。内側からもたっぷりつけておくと漏れないぞ。あんまり無茶してやけどしないように気をつけてよ。固まったらプールにも色をつけていくよ。真っ白なスノースプレーを使って石みたいな質感に仕上げます。これをミキちゃんマキちゃんのお部屋の前に置くよ。これじゃあまるで外国人セレブのお家じゃないか。パパは大げさだな。ベランダとバルコニーには柵の代わりに植物を植えて緑のオアシスにしちゃおう。季節が変わったら花壇に花を植えても素敵ね。ママ、グッドアイディアだよそれ。それでは植物を植えていきます。すごい、一気におしゃれになってる。早く住んでみたいな。プールに水の代わりに青い砂を敷き詰めて夏になったら水遊びをしようね。さあ、お引っ越しの始まりだよ。まずは車をガレージに止めて荷物と家具を運んでいくよ。完成が待ち遠しいわ。グランドピアノ、1階のリビングにセット。ダイニングキッチン、ママの要望通り1階にセット。ダイニングテーブル、これがないとご飯食べれないよね。大きなベッド、2階のパパとママの寝室にセット。ミキちゃんマキちゃんの2段ベッド、これはもちろん2人の部屋にセット。ミキちゃんマキちゃんの収納棚、2段ベッドの反対側にセット。アートの可愛い机、お部屋の真ん中にセット。トイレの便器、お手洗いは2階だよ。手を洗うのも忘れずに。お洋服を片付ける収納ボックス、これは衣装ルームにセット。理科の机と椅子は3階の真ん中、理科のお部屋にセット。特製のソファーベッド、これは来客用にゲストルームへセット。バルコニーテーブルセット、2階のバルコニーに置いちゃおう。大豪邸だ。こんな立派な家になるなんて。ガレージ、リビング、ダイニングキッチン、寝室、子供部屋、屋外プール、トイレ、ゲストルーム、理科の部屋、衣装部屋、早速